三条市に明日オープンするワークマンプラス三条店。作業着をはじめ働く現場で役立つグッズを多く扱い、レイングッズも販売します。売上ナンバーワン商品ですとレインスーツパーフェクトになります。大雨にも耐えられてより蒸れにくい素材となっております。防水性に優れ汗などの湿気を逃がすレインスーツは3年前の発売からおよそ67万枚を売り上げたヒット商品です。こうした高機能のレイングッズがさらに進化。こちらのレインジャケットの後ろにあるファスナーなんですけど、これは何なんでしょうか？こちら背中のファスナーを開けるとリュックを着たままでもレインジャケットを着られる仕様となっております。体もリュックサックも雨から守れるジャケットです。通勤時とかいろいろ荷物を持って移動する方向けに手ぶらにしたいということで開発されました。ランドセルを背負う小学生向けサイズも好評です。また財布やスマホを入れるバッグがおしゃれな雨具に変身。さらに私が着ているこのスーツも梅雨に最適なんです。撥水機能が備えられているので梅雨の時期に、パッとした雨とかでも防ぐことができます。少々の雨では、はい、へっちゃらです。オフィスでも作業現場でも活躍するスーツ、裏返すと雨具としても使えるため現在品薄になるほどの人気ぶりです。また靴底に特殊な加工を施したシューズはツルツルの金網の上でもピタッと止まって動きません。もともと厨房で働く人向けの商品でしたが滑りにくいことからある人たちの間で人気に。それは妊婦さんの方にとても好評ですね。 SNS で話題となり今や妊婦さんの定番になっているといいます。雨の日の必需品、傘も進化しています。急な強い雨に対応するため常に持ち歩けるように開発されたのがペットボトルサイズの折りたたみ傘です。急な雨であってもパッと取り出してゲリラ豪雨なんかを防ぐことができます。365日用意することができます。まだまだ続く梅雨の時期、様々なレイングッズで快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。